バシル・キリエンカは、ベラルーシ・リチェザ出身の元自転車競技選手。ロードレースとトラックレースの両方で実績を残した。トラックレースでは2008年に、マンチェスターで開催された、世界自転車選手権のポイントレースにおいて、フランスのクリストフ・リブロンの終盤の猛追を1ポイント差、退けて優勝。同種目の北京オリンピック出場権を獲得した。ロードレースにおいては、 タイムトライアル系での実績が目立つが、最近では、山岳レースでも活躍しており、標高1828メートルの出る微妙音、峠などを超えるコース設定が施された2008年のジロでイタリアの第19ステージを制し、同レースの山岳賞部門では、エマヌエーレセイターに次いで2位に入った。2007から2008年は、ティンクオフクレジットシステム所属。 2009年からアミーカチップスクナウフに移籍すると見られていたが、2008年12月にケスデパーニュへの移籍が発表された。2011年のジロでイタリアではフィネストレ峠やセストリエーレ峠が組み込まれた第20ステージで勝利し、5日前に不慮の事故で命を落としたチームメイトのシャビエルトンドに、その勝利を捧げた。2013年チームスカイに移籍。 2019年3月、スクリーニング検査により、心臓疾患が見つかったことを発表。しばらくレースから離れていたが、4月のツールドロマンディで復帰。2020年1月30日、心臓疾患に関する医学的アドバイスを受け、現役引退。ありがとうございます。